与那原大号は、沖縄県出身のプロ野球選手。宇藤右打ち、読売ジャイアンツ所属。小学3年生で野球を始め、6年生の時には、県大会ベスト8進出、学童軟式野球全国大会優勝を果たす。加え中学校ではヒクマジュリアスと同級生だった。高校進学を控え複数の高校から勧誘を受けたものの、 小学校時からバッテリーを組んでいたチームメイトと同じ高校に入ることを希望し沖縄県立普天間高等学校に進学した高校では3年夏の全国高等学校野球選手権大会で県予選ベスト8に進出したのが最高成績で甲子園出場は果たせなかったものの身長1 9 0トル体重8 9ラムの体格と 最高急速時速1 4 8トルの速球で注目され、県予選ではプロ11球団のスカウトが視察に訪れていた。2015年ドラフト会議において読売ジャイアンツに3位、指名され、11月9日に契約金は5000万円、年俸は600万円で仮契約を交わした。背番号は46に決まった。2017年9月、 三軍戦での当番時に右肘に痛みを覚え、病院で右肘打ち即足副靭体の損傷と診断され、保存療法での治療を選択。2018年に入っても右肘の状態が良くならず、春季キャンプ前には PRP 療法を選択し、完治を目指すも、6月にトミー・ジョン手術を受けた。10月2日、自由契約を通知された。11月19日、 育成選手として再契約した。2019年は8月6日に行われたファーム紅白戦で1年11ヶ月ぶりに実戦復帰し、その試合で自己最速の時速1 5 0トルを計測した。2020年は6月に右ひいの肉離れで戦線離脱。イースタンリーグでも当番機会なしに終わった。ありがとうございます。